こんにちは、オーキッドの部屋へようこそ。今回は前紹介したブレンガンキャリアの塗装ということで早速塗っていきたいと思います。では早速今回使用する道具を紹介します。こちらミスターカラーさんのミスター薄め液ダリです。でこちら塗料皿となっております。でこちらミスターカラーさんの塗料ですね。まあ1個150円くらいです。あとこちらの筆ですね。こちらはタミヤさんの筆となっております。あとまあゴム手袋ぐらいですね。では早速塗料皿に塗料を出していきたいと思います。まずこちらから出して中身はこうなっております。でこちらにすでにこちらが移し替えてあります。それに早速このスポイルをさっき紹介するの忘れてたんですけど、このミスターカラーさんのやつを、まあ、ちょっとすくって、まあ、ちょっと垂らします。はい、おっと、ちゃんとキャップ閉めてくださいね。でちなみにこちらの一応シンナーみたいになってるんでちゃんと換気はしてください。お願いします。でさっき出したやつを、まあ、ちょっと混ぜます。こうでなじませて、これで今回使用する塗料の完成です。他にも出していきますんで、まあ、いろいろ見ていてください。では早速塗っていきたいと思います。ではちょっと見づらいですがこのパーツにさっき出した塗料で塗っていきたいと思います。こんな感じでちょっと塗っていきます。あー、こんな感じでどんどん塗っていきたいと思います。こんな感じですね。はい、こんな感じで全部塗っていきたいと思います。なぜ今回グレンガンキャリアを買ったかと言いますと、私ちょっとミリタリー系みたいな感じが好きで、まあ個人でサバゲーなんかもしたりするんですけど、まあちょっとそういうのが好きで、であと値段が安くてまあ買っちゃったんですけど、でもね、あれ僕がイメージしたやつとちょっと違って、あんま僕そんな詳しくなくてあんま知らない状態で買っちゃったんで、あー失敗したかなーと思って中を開けてみると、そんなこともないかなみたいな。実際作っててもさ、前回お見せしたような感じになってきても、いやでも全然平気だなみたいなこと思ってきて、だんだんまあ僕は良かったと思いますよ、ほんとこれ買って。なんで皆さんも今回この動画を見ていただいて、あ、買ってみたいなみたいな思った人は、とりあえずちょっと安めの、まあ、高層車みたいな戦車っぽい感じのやつでも全然作った時には、あー結構かっこいいなみたいになるし、それにあれですね、やっぱり簡単なんですよ。結構元から結構色が入ってて、こっちはちょっとこれ人形、これ作ったコマンダーっていう人形です。こんなんとかも正直塗るのは顔とかちょっとやっぱ難しい気がして、僕はまだちょっとそんな塗装うまくないんで、んでこんなんとかも全部靴とかだけ塗ったりしただけでももう違いますからね。結構で塗った後やっぱり、あー頑張ったなってなるんですよ、靴だけでも。結構それだけで自分が作った感じが出てきて本当に素晴らしいと思うんで、皆さんもおすすめできますよこれ。はい、で言うのちょっと忘れてたんですけど、例えばこういうパーツなどはちょっとずっと持ちづらいじゃないですか、ちっちゃくて。なのでいらないパーツの枠を切って、こう、ま、上にマスキングテープを貼って、ここをこうまあ入れるみたいな感じでやっていくと、こういい感じにはまって、これこのまんまここちょっとテープで後で止めて、例えばこういうところにこうくっつけとけば、これで乾くまで待っとけば安心ですよね、やっぱり。ということです。ということであれから全部塗り終わりました。なのでただいまから組み立てていきたいと思います。前回教えてもらったこの塗装をしてからつけるということを教えてもらったので、今からつけていきたいと思います。でまずこのちっちゃいパーツからこちらのタミヤさんの攻めダインでつけていきます。
でね、やっぱり思ったんですけど、プラモデルでどこが有名なのかなと思って色々探したんですけど、ガンプラだとやっぱりタカラトミーとかなっちゃうと思うんですけど、やっぱりこういう本格的な道具を揃えるのはやっぱりタミヤさんとか、あと塗料系はこちらですね、ミスターカラーさんとかの方がすごいいいと思います。で、こういう塗料皿とかはあるんですけど、これどこの会社か書いてなくて、書いてあるの唯一メイドインジャパンって書いてあって、ここに。で、あとは万年塗料皿100円ですねってぐらいしか書いてなくて、わかんないんですけど、でも大手は多分こういう本当にタミヤさんとかミスターカラーさんですね。ではこんな感じでどんどん組み立てていきたいと思います。というわけで、あれから作っていき、じゃじゃん、完成しました。フロントはこんな感じで、サイドです。まあ、シールなど貼って見栄えも良くなりました。で、後ろはこんな感じになっております。で、ここちょっと塗装したところなんですけど、まあ、見づらいですかね、この緑のやつ。まあ、いい感じになってると思いますよ。で、前も、銃とか、こちらの、これちょっと見づらいんですけど、これ銃となっております、これ。で、まあシールなどあって、中もこんな感じになっております。すごくね、細部までこだわってて、すごいいいものだと思いました。今回いい買い物できました。で、塗装もあんますることなくて、すごく簡単でしたね、今回。まあ前回の戦闘機と比べて。で、後で気づいたんですけど、このキャタピラー本当は黒く塗らなくちゃいけなくて、すぐ気づくの遅かったんで、塗れなくてくっつけちゃってから気づいちゃったんで、ここは諦めます。はい、ということです。はい、というわけで、こちらのブレンガンキャリア塗装編終了となります。それではありがとうございました。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。並びにコメントや高評価、チャンネル登録などお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。